んにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。先日あのサティさんとのね、体験ライブですね、ありがとうございました。気候体験本当に楽しかったですね。やっぱりこのコラボってね、やっていきたいなと思ってるけど、ライブでやりたいっていうのがすごい来て、なんとなくイメージとしてはライブでやるとすごい面白いんじゃないかなと思ってたけど、まあ、思った以上にすごい一体感が面白くて、本当に良かったです。やらせていただいて、で次回ちょっと週1ぐらいでできるか分かんないけど、2週間に1回ぐらいはやりたいと思っています。すごく素敵な人ってたくさんいますから、紹介、皆さん紹介したりとか、あとはそのいろんなご縁がつながったら面白いなと思って、いろんな分野の方とつながっていきたいと思っていますので、そこでね、いろんな一体感を感じたりするライブの方、これからもやっていきますので、ぜひ参加してみてください。よろしくお願いします。で、今日は、ネガティブな観念、考え方の癖とか、あとは自分を自己卑下することとか、まあ、周波数が重いものみたいな、そういうのをまあ持ち続けてると結構自分が苦しくなるっていうお話をしたいと思っています。なんかもう悩み癖とかずっとある人ってずっと悩んでたりするんですよね。考え方の癖、自分はこう、自分なんて幸せになれるわけないとか、あとなんて言うんだろう、あの人はこうだけど自分なんてこうだとかっていう感じで、もう どんどん自分をこう自虐的になっていたりとか、あとやっぱりその今苦しいってことはさ、やっぱ考え方の癖があるってことだと思うんですけど、なんかまああとインナーチャイルドって言って、ちっちゃい時に自分がすごい苦しい思いしてたりして、そのあたりをあんまり見ないでそのまま蓋をしてね、感じないように結構なってたりするんだけど、そういう周波数とかをずっと持ってたりすると、結局そのぶり返して今内側にそういうバイブレーションを自分が持ってるとすると、外側の世界に映し出した世界ってやっぱりちょっと歪みが起きて、あんまりうまくいってなかったり、要は自分の波動が整ってれば、自己肯定感が上がってればね、自分の現実って良くなってるはずなんですよね。なんかうまく回るはずだし、なんかまあ穏やかだったり、なんとなくいい感じで流れるはずなんですよ。これがまあ宇宙の流れ、一定方向に流れていきますから。だけどなんか歪みがあったり、なんか滞ったり、何かに対してこう、なんていうのかな、いつも現実がこう止まるなとか、一喜一憂するものがあったりするってことは、もう圧倒的に自分自身の考え方の癖、観念があるっていうことだと思うんですね。考え方の癖、ネガティブな考え方の癖ってことですね。から元気のポジティブがいいって言ってるんじゃなくて、なんか苦しく、要はさ、何でもいいわけで、あなたはそのままで完璧な存在なのに、それに対して、自分をこう小さくしてるのは自分自身の考え方の観念、考え方の癖なんですよね。今まで生まれ育ってきた信念体系っていうのかな、それで自分を小さくしてますから、まあ、それでいいんですよね。それで良かったんですけど、その小さくしてるから苦しいんですよね。自分を解放してないから、小さく小さく見積もってる自分自身のこと、あとはやっぱりこうあるべきだみたいな、何でもいいのになんかこうあるべき、あとは人の目が気になってみたりとか、いろんなものを気にして本来の自分ではない生き方をしてたり、そういうことをやってると、自分自身の現実はやっぱりこう歪みが起きてきちゃうと思うんですよ。でそういうなんていうのかな、ネガティブな信念体系っていうのかな、自分を自己卑下することであったり、人を抽象してみてもいいんですよ。抽象してみてもいいんだけど、なんで外側のことに対してなんだろう、あの人がどう、この人がどうとか言っちゃうかってことは、これは結局自分自身のやっぱり考え方の癖があるっていうことなんですね。でもこれをやってても結局内側の光、自分自身が光ることが遅れてくるっていうか、自分の心を生きていれば自分の光はやっぱりもう誰もが放つようになると思うんだけど、どうしても考え方の癖で外側に向くようにやっぱなってるんですよね、私たちって。だからなんでこれがなってるかっていうことなんですけど、今今日バシャロのやつ見てて、あ、そうだこれだなと思ったんですけど、ネガティブな信念、考え方の癖ですね。
私はできないとかさ、いろいろあるじゃない。なんだろう、やっぱ自己卑下かな、うん、恐れとかトラウマとか、なんかそういう、とにかく自分自身はこういう考え方があるみたいな、うん、それで自分苦しい感じになってるとしたら、それはある意味、まあ、寄生虫のようである。あとね、よく宇宙では、宇宙っていうかそのギャラクティックカードとかには毒って書いてあるんですよ。毒ネガティブな信念ってすごい、要は自分を痛めつけてるってことですね。うん、まあ寄生虫でもいいんだけど、麻痺してるってさ、だから結構危険だよね。危険ってなんていうの、あのすごいエネルギーに対して私たちってなんだろう、無防備すぎる。自分をさ痛めつけることにすごくこう無頓着になってるんだけど、これってすごい自分の意識としてはもう弱ってきて、エネルギーを奪ってるんですよ。でこういう風な感じ、ネガティブな考え方とか信念がある場合ね、自分の中で考え方の癖がある場合は、どんどん宿主のパワーを奪って、しまいにはパワーを外側に求めるようになる。これがだから人にすがってみたりとか、やっぱりでもそれってさ、そういう風なパターンが地球ってあったと思うんですよ。自分ができないから周りの人にやってもらおうとか、周りの人に教えてもらおうとか、この人についていけば大丈夫なんじゃないかとか、あの人じゃないか、これじゃないか、あの人が悪いんじゃないか、こうじゃないかみたいな感じで、とにかく外側にパワーを求めたり、で外側をコントロールしようとしだすんですよね。家族のこととか子供のこととか、会社のこととか、なんかいろんなことを自分がコントロールいろいろしようとして、みんなが自分がガチガチになって、周りもガチガチになっちゃうみたいな。でこれがやっぱり今までの地球の、まあ、政治とか、なんかこの国家のパターンというか、なんかそういうところのメカニズムであったっていうことを伝えてるんですね。つまり見当違いな場所から自分のパワーを取り戻そうと必死に頑張っている状態、外側からね、自分自身にパワーがないから、外側からこういろんな、ね、ものから光を集めるみたいな感じのことをやらなくちゃいけないような気がして、外側に何かがあるような気がして探し求めることもそうだと思うんだけど、これは外側にも一生懸命になって必死に頑張るパターン、これ私たちすごいありますよね。しかし覚えておいてください。パワーは内側の、しかも自分の軸内にのみ集結しています。その部分を見つめることが怖くてできない。新しい自分を発見したくない。あとはだからやっぱり自分自身の内側っていうのは、まあインナーチャイルドとかもありますね。小さい時に何かされたこととか、体験の中ですごい苦しいものとかある。うん、そのあたりのところ、ネガティブななんか体験とかしてるとしたら、そこに対してやっぱり傷ついてる自分がいたりすると、その信念体系が出来上がってるから、こうあるべきみたいな、うん、こうしなければ私はダメとか、うん、あと怒りとかも出てたりするかもしれないから、うん、それに対してやっぱ気づいて、その波動を素早く手放していくこと、うん、癒したり、手放すっていうのは癒すこととか気づくこと、自分の内側にどういう信念体系、まあブロック、考え方の癖があるかっていうことに気がついて、やっぱり素早く手放していくっていうことがすごい大事だっていうことですね。結構もうさ、悩むことがに麻痺してるっていうのかな、ずっと悩み続けてる人いると思うんですよ。でその悩みのパターンってずっと繰り返しちゃうんですよね。今悩むじゃないですか、自分の外側のことで、じゃあね、旦那さんがひどいみたいな感じで悩むじゃない。そうするとそのバイブレーション出しちゃうから、また外側でそういうひどいようなことが起きてきて、うわ私はやっぱりダメだ、でまたひどいこのバイブレーション出て、また外側にって感じで、ずっとこういう感じでずっと繰り返してるパターンがあるんですよね。うん、現実を良くしたいんだったら、やっぱり自分自身の考え方の癖に気がつくこと、これが本当にもう大事だということですね。で悩み続けてるっていうのはさ、要は自分のエネルギーをどん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 もう外側に放出して、自分の内側から光れないようになってるっていうの、うん、外側の光を追っちゃったり、何かやっぱり学んだ方がいいんじゃないか、誰かがこう言ってるからこれの方がいいんじゃないかとかっていう感じで、ずっと外側に追い求めて、ずっと苦しいから、もうどこかで自分もう何て言うのかな、覚悟決めて自分自身と向き合うということですね。うん、
これはだから自分がどんな考え方の癖があるか、考え方のパターンとか自分が向き合う、あとはまあインナーチャイルドですね。インナーチャイルド の、 あの手放し方貼っておきますか。今度ちょっと動画でも撮りますけれども、やっぱりインナーチャイルド一度はしっかりやっといた方がいいと思います。うん、なんかこう悩むことって当たり前すぎて、当たり前になってきちゃうと、あとそのあたりずっと周波数として悩み続けてったりすると、もうさ麻痺してきてるんだけど、実はそれがまあなんで寄生虫というかさ、もうすごい自分を蝕んでるってことなんですよね。だから体調悪くなったり、あのなんだろう、すごい自分が苦しかったりで、それで抜け出せなくなったりするから。でも周波数変えれば簡単に変わってくるんですよね。もう騙されたと思って周波数を変えることをもうやっていく、うん、周波数変えるっていうのは潜在意識 の、 あのブロック解除とか、あとはあの電球の玉も貼っときますから、あのそういうことで周波数変わりますから、それでもう騙されたと思ってやる、うん、こういう考え方の癖がいっぱいやるといいと思うし、あとは、インナーチャイルドですね、そのあたりやるとか、うん、別に今の現実がさ楽だったらいいんだけど、やっぱさすごい苦しそうな人多いんだよね見てて、うん、あとなんか今手放すのが出てきてる人が多いんじゃない、今までやってきたんだけどなんか でっけえの出てきてんなみたいな人は本当にいいチャンスだから、ちょっと向き合ってやっぱ手放していくといいと思います。私もなんか今日の朝なんかちょっと引っかかってるものがあって、でもそれに対してやっぱり向き合ったんですよ。で手放せたんですよね。もうすごいスカーンってして、なんだろう、これは多分宇宙時代からのなんかそういう考え方の癖があったんだと思うんだけど、そこがね手放せたっていうのがあって、向き合ってよかったなって思うんですね。もう悩まなくて済むから、そこの周波数で。そうだから、まあ、自分自身がさネガティブな信念っていうか考え方の癖とかあるっていうのは、要は結構自分自身を痛めつけてて、内側が引かれないようになっているっていうのかな、外側に向くように、内側の要はエネルギーがもう枯渇してきて外側に求めて、ずっとこれをさなんていう繰り返してるっていうことですから、もうそろそろね自分自身の内側と向き合うっていうこと、まあ皆さんやってると思うんだけど、やるときはやっぱり徹底的にやった方がいいんじゃないかと思いますので、やってみてください。やり方とかは貼っておきます、下のところに。あのそのあたりを使っていただければいいんじゃないかと思うけど、あの思っていた以上に結構ネガティブな信念とか、あの自分自身を痛めつけること、自己卑下とかっていうのは、あのかなり自分が本当に疲弊してきて本当に惹かれないようになっている、自分自身がその周波数帯で苦しいわけだから、うん、もう優しくしてあげよう自分。